バランスガノンかクルール、バランスいいのはもうマジガノンだと思う、うん、ガノン行こっか、ラストガノン、闇のガノンにしよう、あんなその闇のガノン大体闇でしょこの人、もっと闇になるドス黒い過去を背負ってドス黒い過去を背負ってんの結構黒歴史まみれなんだそうなんだ、おでこにあんな宝石つけちゃうぐらいだから、まずジャンプ、怖いよお前、しーってか、いいぞ、くらおー、うん、ずらして、上スマ入ってスマートね、やるね、うん、フォローで下気を入れてくるので、はい、きっちりそのままで上攻撃でしょ、そう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 、くぅ空中前へダンスはガノンの方がリーチ、あーガードで半角なのよあれ、あ、マジで、そうだよ、空中からのシェルは、まあ、そしてガードしてたら下ビーフってきたりするんだけど、だいたいあれガードしてれば勝ちだよガードしたらもう横スマ入んないだろうけど、なんか入るでしょガノンでも、本当だ、投げは安定だよね、危なかった、今だ、ふぅ倒せる、いやバカガードスマ、こーガー来るねちゃんと一気落とそう、ジャンプでしょな、よかった、あ、ガードスマよ、よし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 よじゃあまたやろうぜ、うん、ありがとうな、カツラ、いやー、ハマちゃん、もう10時か、うわあるか、え、練習になったわ、ほんとかなり練習ないらないかもしれない、カツラの方が練習してるやん、カツラオフラインでいくらでもできっか、うん、練習になったわ、十分、はい、楽しかったわ、これ2時間もバッチリ、確かに練習してどうすんだって感じで あるね、みんなやってないもんな、スマブラそこが未知数だもんな、わかんないからね一人でめっちゃ強くてもなんかやだしなそうなんだよね相手周りとかでやるわ、うん、そうするわ、バイバイ、よし、またスマブラやろうな、そうだ、SP な、相手周りでやるか、次、あ、いいよ全然、うん、もう何でもやろうぜ、うん、じゃあまた来週の放送でお会いしましょう、はい、お会いした坂本龍馬と中岡慎太郎の両名でした、仕上げにバイ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 、カツラもありがとうな、ファルコン向いてないなもうやめるわ、デラックスまでだな、ファルコンはやはり戦い方が合ってない限定、うん、X のファルコンも無理だ、あれ無理だ。